ボディのデザインはピニンファリーナが担当。ボディはフェラーリ傘下のモデナにあるスカリエッティで製造され、組み立てと内装がトリノのピニンファリーナで行われている。テスタロッサの最も特徴的なサイドスリットはエンジンルームへと新鮮な空気を吹き込む大切な役割を持っている。サスペンションは前後ともにダブルウィッシュボーンとコイル式、もちろんスタビライザーを装備。ブレーキングシステムはベンチレーテッドディスクのサーボ付きだ。タイヤはフロントが 8J のアルミホイールに 225/50VR16 サイズを、リアには 10J のアルミホイールに 255/50VR16 のサイズを装備している。過激なルックスとは対照的に、コクピットのデザインはとてもシンプルである。
上質のレザーシートの座り心地、ホールド性は申し分なく、ドライビングポジションの選択範囲も意外と大きい。オートエアコンやオーディオセットはもちろん、センターコンソールにはカセットケースホルダー、助手席にはバニティミラーも装備し、ラグジュアリー性も高い。ただしシフトレバーはまさしくフェラーリのそれであり、6つに仕切られたゲージの左手前が1足というスポーツタイプのものである。チューブラーフレームプラススチールとアルミ、そして FRP 混成の2ドアからなるボディは、全長が4485mm、全幅が1976mm、全高が 1130mm で、最小回転半径は6メートルとなっている。車両重量は 1506kg で、このボディを 290km の最高速まで引っ張ることが可能だ。ちなみに最終減速比は 3.452 である。エンジンは DOHC4 カムシャフトの水冷タイプ、水平対向12気筒4バルブエンジンをミッドシップに搭載。総排気量は 4922cc、 圧縮比は 9.2 対1である。基本的なコンセプトは512ベルリネッタボクサーを踏襲しているが、フラット12の DOHC エンジンは48バルブに強化され、また、旧24バルブよりも20キロ軽量化されている。